在日米陸軍航空大隊は、神奈川県のキャンプザマに駐屯するアメリカ陸軍の部隊である。愛称は、忍者。UH-60L ブラックホークを運用しており、来日する米政府要人の輸送も担っている。在日米陸軍航空大隊は、2013年4月に、米陸軍省が在日米陸軍励化部隊の第78航空大隊を改編し、 大隊として正式な地位を与えた部隊で忍者を愛称を持つ。2020年1月現在の大隊長はジョンティー・フランツ中佐で大隊本部、本部管理中隊、一個飛行隊、横田基地に分権している UC-35 固定翼機で編成される。赤坂プレスセンターでヘリから降りるヘーゲル国防長官大隊の任務は 在日米陸軍と第一軍団を支援する航空作戦を行うことで、兵員や物資の輸送、患者運送、空中消火、人道支援、災害救援活動などといった各種任務を行っている。また、沖縄のカデナ基地にも UH-60、L ブラックホークを常駐させ、沖縄に所在する陸軍や海兵隊に対しても航空支援を実施している。 大規模災害発生時にはカウンターアパートである陸上自衛隊と連携して航空支援を実施しており2011年の東日本大震災の際には友達作戦の一環として捜索救難や物資輸送を行った来日する米政府要人の輸送もになっており横田基地と都心の赤坂ピレスセンターを往復することが多い ドナルド・トランプ大統領が来日した際も、洋人輸送を支援した。ありがとうございます。